皆さんこんにちは写真家の茂木秀幸です今日はですね Photoshop でのポートレートレタッチといったところでね、お話をしていきます、えー、これから Photoshop を使ってみようという方、えー、そして Photoshop 使ってるんだけれども何択使い方まだよく分かってないんだよねっていう方を対象にゆっくりとお話をしていきたいと思います ちょっとその前にね僕自身のお話ですけれども僕は1986年から2010年までマガジンハウスという出版社に勤めてましたカメラマンとしてて勤めてたんですね、えー、ブルータスやポパイそして「アンアンなんて雑誌をね聞いたことがあると思いますがそういった雑誌を作ってる出版社です。 でそこからですね90年間に初めてフォトショップを導入しましてですね90年代からもうすでにフォトレタッチを始めて雑誌の写真に使ってましたで実際、えー、と世の中的にはねデジタルがデジタルフォトが一般的になるのは20078年ぐらいからですからだいぶ早い時期からね写真をデジタルで撮影してレタッチをしてきたという歴史がありますでそんな中でね、えー、僕が使っているのは Adobe のブリッジという、ね、ビューイングソフトウェア、で、そしてカメラロープラグインというね、えー、ロ,ーロー現像ソフトになりますかね。ロー現像ソフト、で、そしてフォトショップというこのね、3点セットで使ってるんですね。で、えー、皆さん、ね、フォトグラフィックプラ,プランをね、お使いになっていると思いますけれども、フォトグラフィックプランの中には、ね、この僕が使っている Adobe の、えー、ブリッジ、で、そして、えー カメラロープラグインそしてフォトショップでそしてライトルームが含まれてますでライトルームしか使ったことがないよって方ね一番結構よく聞くんですけれども、えー、もったいないのでね皆さんもぜひ、えー、ブリッジとカメラロープラグインそしてフォトショップを使ってみてくださいで、えー、そしてフォトショップというとねやっぱりねレイヤーをというねイメージだと思いますレイヤーというのはまあそうですねアニメーションのセル画のように画像を重ねて でその重ねです。でこれによってですねさまざまなことができるんですけれどもこのレイヤーごとにフィルターをかけることによって、えー、効果をね多重にできたりとかね、えー、そして部分的に細かいところまで調整できるというのが特徴になってます。でそして一番大事なのはね再現性が高いということなんですね。 で、細かいとこを調整しようと思うと、普通ブラシでやっちゃうと思うかもしれません。で、えー、確かに一番最初に簡単なのはブラシで作業していくことです。でですがね。ブラシとかね、えー、あとなんだ修復ツールだ、えー、そういったツールを手で手作業で使っていくと再現性がなくなっちゃうんですね。同じことがもう一回できるかって言うとなかなかできないで、それを photoshop のレイヤーを使っ。て で、えー、いつでも同じように再現できるようにするっていうのが、photoshop を使いこなすコツなんですね。で、そういったところをね。ゆっくりと解説していきたいと思います。まずはね、えー、画面が出るかな。こちらのブリッジというね。ソフトウェアを見てください。で、このブリッジはまあ、えー、ファイルビューアーソフト。 ね、ビューアーソフトの先駆けみたいなものです。で、今ね、これね、ローデータがこう表示されてるんですね。で、えー、今日はね、ローデータからやりますが、これ、ブリッジで JPEG も表示できます。で、そして JPEG を開いて、Photoshop で、えー、レタッチすることも全然 OK ですで。ですのでね、皆さん手持ちのもので、えー、繰り返してやってみていただきたいければと思います。で、そしてまたこれ、ブリッジなんですけれどもね、こちら、画面のね、左側を見てもらうと、こう、ツリー構造になってます。 えー、パソコンの、ね、ファインダーと同じ構造をしているので、えー、特に、ね、このアプリケーションの使い方を学ぶ必要がないというのがそしてまた、ね、ここ、ね、ちょっと、ね、こんなところを見せちゃおうかな。 ここ DMG, PSD, PNG なんていろいろ拡張子がついてますけれどもファインダーで見られるものがね、ほぼ全て見られるんですね。写真だけじゃなくて、えー、パソコンの整理にも使えますので普段使いするのにとても良いソフトウェアです、えー。そんなところでね、ちょっとね、今日は簡単ですがこのブリッジの紹介もいきなり終わらせちゃいますね。えー、ローデータの方を見てみましょう。 はいえー、ローデータの調整はね皆さんね LIGHTRUEM でやってらっしゃる方も多いと思いますで l i g h t r m でやっても、えー、大丈夫ですで l i g h t r m と Photoshop の、ね、このカメラロープラグイン調整の仕方は一緒ですただちょっと違うのはここね1枚こう選んでスペースキーを押しますでスペースキーキーボードの方ですねスペースキーを押してもらうとこうね拡大表示になるんですねでそれでさらにマウスでこうクリックしてみるとほら ね、100%の拡大表示になります。さらに大きくもできるんですが、今日はここまでにしておきましょうかね。で、これでもう一回押すと元に戻ります。で、そして十字キーで右を押してみてください。で、そうすると次のカットに切り替わってきます。よい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 こんな風にね切り替わっていきます。これちょっとまあパソコンのね速度にも依存するんですけれども、僕のパソコンだと非常に快適に表示できてます。 でそしてここで数字を入れてあげるとここでレーティングもできますこんなふうにね大きい画面で簡単にレーティングができるのがまた特徴ですでそしてですねここクリックした拡大したままカーソルを右カーソルをクリックすると拡大したままいけるんですねなので実はピントのチェックなんかもこれで非常に簡単に行うことができます、えー、今日のねモデルはこれエヴァちゃん 仲良くしているモデルさんです非常にね売れっ子のモデルさんですけれどもね、えー、今や旦那さんと共に家にににう遊びに来ててくれるよなな仲になってますさあ、えー、紹介文のところでね、えー、ポートレートの唯一のコツっていうのが言いましたけれどあの書いてあったと思いますがポートレートのコツはモデルになってくれた人と撮影したこと撮影した、えー、撮影ということ自体がモデルになってくれた人とのコミュニケーションなんですね。 ですので、自分がこうしたいと思う、こういうふうにした方が綺麗だっていうことを押し付けるのではなく、モデルさん側から見たらこれをどう思うんだろう。ね、例えば肌をすごく綺麗にしましたっていうと、あなたの肌は汚いんですよって言ってるのと同じだったりするんですね。意味合いとしてはね、そういったことも考えながら、えー、その本人が見ても気持ちいいような画像になるように調整してあげよう。 っていう心構えが一番大事なポイントです。で、それさえね、いつも心がけていれば綺麗なポートレートでタッチができます。さあ、前置きはこれぐらいにしてね、カメラローデの連連造から入ってみましょう。で、今こうやってね、ローデータが表示されてます。で、ローデータが表示されてますので、ここでマウスを右クリックすると、こんなふうにサブメニューがひ出てきます。 で、ここの中から開くを押してもいいんですけれどもね、カメラローで開くをクリックしてください。そうするとね、カメラローの画面が表示されます。今これね、撮影したままの状態で何も調整してない状態です。ちょっと画像が暗いんですよね、これね。で、えー、というふうに言ってますけれども、実は皆さん、いろん、えっ、ー、と、ご自身のね、パソコンや、えー、まあ、 最近はねテレビもつながりますからねいろんなディスプレイでご覧になっていると思います。ですねで,ですので本来はねモニターのキャリブレーションというのも必要なんですけれどもちょっと、えー、ご自身のモニターでどう見えてるか置いといてどう調整するかという点において、えー、お話を聞いていただければと思います。で僕のね、えー、パソコンではまあ 写真の露出で言えばこの肌はね3分の1段うーん1段弱ちょっと露出がアンダーかなっていう程度で、えー、撮影されてます。なぜかというとここにねハイライトありますね。ここね、えー、ちょっとこの露光量というのが全体明るくするの明るるるくくすすしてみますこれぐらいがなんか明るいポートレートとしてねちょうどいいかなと思うんですけれどもそうするとねここ思いっきり白飛びしちゃうんですね。 でえー、ここ白飛びしないちょっとディテールが残る程度に露出を抑えているのでこれが撮影したまんまのデータです。おちょっっとと待ってねこれゼロに戻さないと、ね、ゼロでそうすると、ね、しっかり逆光で光が当たってここね、えー、髪の毛がすわっとなっていることを表現しながらもディテールが残っているのがわかります。 さあ、えー、こういったレッストをするのがカメラロー、というかロー,ゲローデータでね、撮影するときの基本です。ハイライトを飛ばさないように。で、そうするとね、えー、まずこのローデータでの調整。まあ、下ごしらえですね。下ごしらえは全体を明るくしつつ、ハイライトが飛ばないようにします。で、そこでね、まず一番最初にやってほしいのは、ここ、基本補正。ここに、 こんな風にね、まず開いてるとこ基本補正、ここでだいたい補正はできちゃうんですけれども、えー、せっかくね、フォトショップ技ですから、こういうことをやってみてください。ここの下にカーブというのがあります。カーブのところクリックすると、トーンカーブが開くんですね。いきなり最初からトーンカーブを使うのはちょっと難しいと思います。で,ですので、こんな簡単な技を、えー、使ってみてください。ここ、一番右上のところ。 ハイライトポイントホワイトポイントと言うんですね。ホワイトポイントというのがあります。ホワイトポイントをクリックして若干下げてくださいで。そうするとここの下の数字204255だったのが今247になりましたね。デフォルト最初はここ25。5です。出力というところここですね、えー、ここを。 4ここはね245から247ぐらいの間でアバウトでいいですまあアバウトと言われるに細かいですね。でそれプラスシャドウ側ブラックポイントと言いますけれどもこれも7か9ぐらい7から9ぐらい間取って8にしましょうかね。 でこのようにすると画像上飛んだ白とこれなぜこのようなことをするかっていうとプリントをする場合あるいはモニターで見る場合もそうなんですが、えー、こういったものを出力デバイスと言います。どの出力デバイスにおいてもこのホワイトポイント側ブラックポイント側そこに近いところというのは快調数が減って見えちゃうんですね。 ですのであまりディテールよく再現できないというのがありますですのであまり白すぎるところ黒すぎるところを作らないような設定にしときますこれがまず基本ですさあこれでもうあとは何も使わないので閉じちゃってよいですそうしましたらこの基本補正に戻ってくださいこの辺はねライトルームと全く一緒ですね使い方ねさあ全体を見てみましょうよいしょ 全体を見ますね全体を見るとこんな感じ若干暗いのでまずですねここでいくと露光量これが全体の明るさを決めますで白飛びしないようにしましたがここがやっぱりディテールが残る程度に明るくしてきます。0.5ぐらいいいにしてみようかなあ肌の色いい感じで,す、ね肌色ね、でそして次これでいくと。 もうちょっと肌色明るくてもいいかなそうしたらちょっと明るくしちゃいましょうかね明るめの肌がきれいに見えますからねでそして今0.65プラス0.65にしましたこれは元の画像データによって違いますからねでそうするとここねちょっと髪の毛のディテールが怪しくなってきましたでそして全体としてはまあ悪くないかなあ 大事なのはこの白いシャツ、この白いシャツのところもね飛んできちゃってますね。でですのでここは白レベルを下げます。白レベルぐグーッと下げてみると、ほらどうですか。白いシャツのディテールも出てきました。ただね、これだけ下げちゃうとバランスがおかしくなるんですね。ここちょっと見え始めてるかな。えー、グレーアウトしている領域が出てきてます。突然ね、えー、急激にこの白だけ下げちゃうとね。でですので急激にこの白だけを下げるんじゃなくて、これを下げて、 ハイライトも下げますちょっとねこの時にヒストグラム皆さん分かりますかこれヒストグラムね、えー、露出の状態を示していると考えてください、えー、ここのレベルと言いますけれども0から255までの輝度、えー、値各ピクセルが持っている明るさがここに表示されていますでそしてこの縦軸はですねそのピクセルが この画像の中に何個含まれているかというのをグラフで表しているんですね。で、なのでちょっと全体も一回いじってみます。明るくするとこのグラフは右寄りに、暗くすると左寄りに行きます。よいしょ。で、ここを見ながらつやっていく癖をつけておくと良いです。ではここでもう一回白レベルをちょっと動かしてみましょう。白レベルを動かすとこの右側のところがよく動きます。一番明るいところですね。 元に戻しますで。そしてハイライトを動かすとこうです。一番右側のところは動かないんですね。で一番右側よりもちょっと左側ここです。ここら辺が動きます。実はこのヒストグラムをクリックしながら動かしてもこんなふうに動かせるんですよ。ねこの辺を明るくしたい暗くしたいと思ったら直接こちらを動かしてもいいです。 でそうするとこれでハイライト白飛びしないデータになりました。でこの画像を見るとこういったポートレートではねこの耳の下あの髪の毛がシャドウになるところを気をつけてください。ここが潰れつつれすぎちゃってるとあまり綺麗なポートレートになりません。でここはシャドウこのシャドウというのをグーッと上げるとほらこんなに瞳の色さえも明るくなってきます。 でこれもあんまりやりすぎるとねバランスが悪くなりますので全体を見ながらあでもこれ明るくしていいですね明るくするとね全体としてはねコントラストが下がる方向になってきますさあ、えー、ロウデータの下ごしらえとしてはもうこれで十分ですあとね色味肌の色味を調整するのはここです色温度色温度のところを黄色の方に振ると ね、こんな風に。暖かい光の色になります。青い方に行くと、こんな風に白っぽくなってきます。で、この白っぽい光の方がま美肌と言われがちなんですけれども、あんまり白すぎると。よいしょ。全体のバランスもおかしくなりますからねで。あと、理想の肌っていうのは湯上がりピンクなんて言われるんですけれどもね。ちょっとマゼンタが入った。 えー、肌色っていうのが好まれまれすただね、マゼンタが入るってもこの全体じゃないんですね。このチークに当たる部分、頬の部分にマゼンタがちょっと浮くぐらいが、えー、綺麗な肌と言われます。で、これは皆さんのね、モニターでそれぞれ確認しながらやってください。僕は自分のモニターでやっちゃいますからね、ちょっと皆さんのモニターとちょっと違うかもしれません。ちょっとね、これでね、ほんのちょっと。ここね、微妙です。 ちょっと入れすぎちゃうと酔っ払い肌になっちゃうんですね顔でこの、えー、本来白く抑えたいところここら辺まで赤みが乗っちゃうと酔っ払ってる人に見,見えますでですので一回ちょっとね分かんなくなったら撮影時という設定に戻しますさあここでちょっと赤いプラス二とかねそんなもんなんですよね実はここもはいこれで 色味としては完成です。明るさもこれで完成。さあ、ここからいよいよフォトショップに行きたいと思いますが、フォトショップに行って、後の作業でちょっと使うので、こんなとこも見ておいてください。まだこれお肌に対して何にもしてません。やっぱポートレートでね、綺、え、麗、ー、に見せてあげたいと思うと、やっぱ肌を綺麗に見せてあげたいっていうのが一番主眼になります。じゃあ、肌を綺麗に見せるのはどうすればいいの一番簡単な方法は、この老現像のところ、テクスチャー。 これを左にスライドさせてみてください。ぽわーっとしてきて、肌のキメが消えちゃいました。ね、これだけでも結構いい感じがしちゃうじゃないですか。でも、この時に、眉毛とかね、あと髪の毛とか。ボケちゃうんですね、一緒にね。はい、一旦元に戻します。もう一つ、ここ明瞭度というのがあります。 これ風景なんかでよく使うから使ってる方もねいらっしゃるかもしれません。でも風景で使う時はね、明瞭度これを右に上げるんですね。ちょっと人物でやるとこんなになっちゃうんです。怖い感じ。ね、これはかわいそうだよね。これはひどいよね。で、これは実は明瞭度を逆にするとほら、こんなポワッと赤ちゃん肌っぽくなんですね。さあ、これで全体を見てみましょう。 そうすると背景もポン割りしちゃってなんか全体にソフトフォーカスフィルターかけたみたいになっちゃうんです。これもリアルに先ほど言ったモデルになってくれた人と一緒に過ごした時間です。その過ごした時間を大切にするという考え方からすればこれは現実を変えてしまうのでやっぱりこのね背景ってやっぱり大事な要素なんですね。いつどんな場所に一緒に行ったのか。 でそういったことを伝える情報ですから、こここんなふうに、ね、ぼかしてしまうと、この背景の良さをスポイルしてしまいます。で,ですので、ここはまた元に戻しましょう。こういう感じですね。ただ、この2つのパラメータ、ー、このテクスチャーと明瞭度を使うと、肌を柔らかく表現できるということが分かりました。ここではこれだけで良いです。もうここでねロ,ロードで調整するところは、明るさと、えー、色合い。 で、実は JPEG で撮影している方も、このカメラロープライグインで同じように調整ができます。あ一旦ちょっと完了をしますね。ここの中にね、JPEG データ入ってませんけれども、JPEG データでも同じように右クリックをして、カメラローで開くをクリックしてください。で、そうすると、カメラローと同じ調整をすることができます。さあ、ここからいよいよ、Photoshop に入っていきます。 で、えー、じゃあ今度はフォトショップで開きます。ローデータでね、これ調整すると普通はね、ここでローゲンゾー、ネイティブとか JPEG に書き換えちゃうと思うんですが、えー、今日はそれをしない方法でやっていきます。じゃあどうするかというと、右の下のところに開くというねボタンがあります。これクリックするだけです。これをクリックすると画像はフォトショップで開きます。これフォトショップの画面です。 で、フォトショップの画面、これね、皆さん最初に開くとこんな風になってると思います。一番上のところ、カラー、ね、スウォッチ、グラデーション、パターンなんてなってますね。今日使うのはこのレイヤーです。レイヤーが一番大事なポイントね。ここのところを、ここの間のところをクリックして持ち上げるとね、レイヤーを大きくできます。さあ、これで大きくした。で、そして、ウィンドウのところから、 ヒストグラムこれをクリックしてください。写真をね、えー、レタッチする時にはこのやっぱヒストグラムを見ながら行う方が良いです。でこのヒストグラムのタブをねこっちに入れてあげるとここにヒストグラムが配置されます。ここですね。こういう状態にしましょう。で先ほどとね同じような形でヒストグラムが見えてます。 でこの三角形何かっていうと、ね、キャッシュっていってね一時的なヒストグラムの計算です。これをクリックしてあげると正確な、ね、計算になります。非常に滑らかなデータになっていることがわかりますね。さあ、えー、そうしましたらですねまずフォトショップで開いて何も保存していない状態なのでフォトショップで保存しましょう。 フォトショップの基本。今、フォト現在のフォトショップはね、自動保存がされるようになってますから、ほっといてもいいんですが、えー、自分で、えー、自分のタイミングでね、保存した方が、後でいろいろやりやすいのでね、必ず最初に保存をしましょう。ファイルメニューから、よいしょ、保存を選びます。で、そしてね、適当にね、名前を付けて、フォトショップデータとかいう名前でいいと思います。で、えー、あ、ここね、先に何か入ってますね。ここで、 今ここ見てくださいフォーマットビッグドキュメント形式なんてなってますけれどもおすすすめははここれですデフォルトはこのね、Photoshop、形式な,んですねでなぜビッグドキュメント形式がおすすめかというと皆さんお使いのカメラデジタルカメラね多い人だと5,000万画素ぐらいかなでもね最低でも今2,400万画素ぐらいのカメラをお使いの方が多いと思います。 でそうすると実はデータがどんどん大きくなっちゃうんですね。特にね,レイ,ヤーをねレイヤーを重ねていくとデータがどんどん大きくなります。でこのデフォルトのフォトショップ形式だとデータのファイルサイズが2ギガまでの対応です。で2ギガを超えると、ね、このフォトショップ形式ではね保存できませんってアラートが出ちゃうんですね。で、えー、ですのの最初から、ね、この 2ギガ以上のファイルが保存できるビッグドキュメント形式がおすすめです。まあ、写真が大きくなってき、写真のねデータサイズが大きくなってきたから答えの対処ですね。でそれで保存とします。でこれで保存できました。ここでレイヤーを見てください。ここね最初背景となっています。この背景レイヤーちょっとねダブルクリックするとこのね鍵のマークが消えるんですね。オ、OK、ッでそうするとこんなレイヤーゼロってなります。 で、ここで、この目玉のマーク、表示、非表示、これが有効になります。これをクリックしてみると、あら、画像が何もなくなってしまいました。で、こうやってね、レイヤーにしておくと、こんな風に、オン、オフできるんですね。で、この背景レイヤーをコピーして、それを使うようにします。まず背景レイヤー、右クリック、レイヤーをね、選んで右クリックしてもらうと、こんなサブメニューいっぱい出てきます。 まあ上の方だけ見てください。そうするとレイヤーを複製というのがあります。レイヤーを複製をクリックします。でそうするとレイヤー0のコピー。で名前を付けてもいいんですけれども、特にまあ今日はね、数枚で終わりますので、そんなに混乱をしないと思います。もしね、えー、たくさんレイヤーを重ねてやってみたいって方はね、ここで一回一回名前を付けとくようにしましょう。後からでも変更できます。さあ今ここで、 レイヤー0のコピーつまり元データのコピーのレイヤーができたわけです。さあこのレイヤー最初にお話した通り僕が大事にしているのはね、再現性です。常に同じように作業ができるように。でそこで一番ね大、えー、大事というかね、とっておきのツール。ここ、メインメニューのフィルターから。 スマートフィルター用に変換というのを選びます。で、OK。でこれはですね、スマートフィルターに対応したスマートオブジェクトというね、長ったらしいのが正式な意味なんですけれどもね。えー、そうしますとここで。 下を消しても何も変化ありませんけれども、ここのレイヤーのところに何か書類のマークつきましたね。で、このようなマークがついた状態になりますと、元のデータを維持したまま、えー、編集したデータを残すことができます。さあ、何かをちょっとやってみましょうね。何かをやるときに、ここでフィルターの作業をします。で、先ほどカメラローの現像の時に、 効果的なものを見てもらいました。それは、えー、ディテールを、ね、少なくすることもしくは明瞭度を少なくすることでしたね。でそれをここでもやってみたいと思います。で実はカメラロープラグインでのカメラローのね、ロー元像のフィルターって同じものはここでもフォトショップでも使えるんですね。これでフィルターとするとほら、老元像で見慣れたものができています。 ただ、このね、露光の調整とか全部ゼロに戻ってますね。で、ここの露光の調整とか、ロー現像からロ、ローデータで確定しているので、この状態なわけです。ただ、このね、テクスチャーのところ、さっきはいじってませんからね。このテクスチャー、さっき下げると、柔らかい肌になりましたね。テクスチャーを下げます。ね、ちょっとやりすぎぐらいでもいいかな。ここではね。 柔らかい感じになりましたねとってもね、キメの部分が、えー、柔らかくなってなんかしっとりした肌に見えてきますこれで OK を押しますで、そうするとですね、ここ見てくださいここ、ね、レイヤーの下にスマートフィルターそしてカメラローフィルターというふうになんかつ、えー、表記が追加されましたこの状態になりますとこれをダブルクリックするともう一回カメラフィルターの調整できるんですね あさっきちょっとやりすぎたかなと思ったらここで減らすこともできますしも、えー、もっとと強くすることもで,きますでもまあとりあえずちょっと強めこれぐらいにしといて下で OK を押します。でつまり後でいつでもやり直せるんですねこういったことがね再現性です。さあ先ほど、ね、このねテクスチャーだけではなくって明瞭度でも肌が柔らかくなりました。 もう一回このレイヤー0、最初のね、レイヤーを複製しましょう。レイヤーを複製。今度はレイヤー0のコピー2になります。これですね。で、これもこのまま同じように、よいしょ。フィルター、スマートフィルター用に変換。そして、カメラローフィルターと選んでください。 で、そうするとね。同じようにカメラローのね。画像画面が出てきます。さあ、ここの画面が出ましたので、ここでやるのは明瞭度ぐいっと下げちゃいます。は、なんかちょっと。なんか肌としてはこんなもんでもいいかなね。全体にソフトフォーカスがかかったように見えるので、なんかちょっと古めかしい写真に見えちゃいますね。今っぽくないですね。 で、えー、これで OK って <laughs> 言いながらこれケー押しちゃいますよ。OK 押しちゃいますよ。はい、OK 押しちゃいました。で、今これね、明瞭度が下にいるので、今のちょっとね、柔らかい感じって出てませんよね。この最初にやね、作ったテクスチャーの変えたレイヤーをオフにしてみると、ほら、こういうことです。ここの時点で名前を付けた方がいいですかね。 じゃあ、ここの下のところ、ここをダブクリックしてあげると、名前を変えられるようになります。ここでは、名医量と。としましょう。で、上はテクスチャー。で、フォトショップのフィルターの基本はですね。ある領域の。明るさ。を。強調する、もしくは抑制する。といったことが基本になっています。で、例えば。 シャープ、このシャープっていうのだと、まあ、半径決めたりとかしますけれどもね、えー、シャープ例えば隣接しているところの明るいところはより明るく暗いところはより暗くという制御をすると、えー、画像がシャープに見えるんですね。でそのによってこのカメラローでやったテクスチャーというのは一番細かい領域ピクセル単位で効いてきます。 でそれに対してこの明瞭度これはもっと大きい単位なんですね、えー、数十ピクセルあるいは100ピクセル前後でなのでこれは風景で使うとこれをシャープにした時にねカリ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 したりしないで全体がカリカリッじゃないですね言葉としては明瞭に見えてくるでそんなような特徴を持ってますで実はその半径っていうので分けていくんですけれども一番細かいのがテクスチャー大きいのが明瞭度 だだと思ってくださいさあ、えー、ここでそんな話をしながらレイヤーが重なったとこですあとはこのレイヤーの不透明度をいじるとこんなふうに下のところ出てきたりしますね肌の感じは良くなるんですけれどもねこのバランス取ってあげるとねで、えー、ですがどんどんここの背景の方がボケてってしまいますじゃあここでさあ 皆さんがフォトショップでイメージするのは選択範囲でマスクですね一部分だけ消してしまうという作業つまりこの背景のところだけ消してあげればこの肌のところはね、えー、肌のところにだけ効果を適用できるようになります。でこのマスク作り結構ブラシでやったりとかね、えー、選択範囲このね投げ縄ツールですね。 このね投げ縄ツールでやったりと、皆さんいろいろ最初は苦労なされます。こんな、こういう、こんなって言っちゃいけないな。こういうツールを使わないでやりましょう。じゃあどうするか。これ表示されたまま、選択範囲のとこに行ってください。でこの選択範囲で、被写体を選択。これだけです。はい、こんな風に。 人物だけ自動で切り抜いてくれました。まあ洋服も入っちゃってますね。でもね、そこは気にしなくていいです。じゃあこの選択範囲どうやって使うのっていうふうなところが出てくると思います。で、選択範囲ができたところで、まず選択範囲を作ったら、ここになんか反転した日の丸みたいなマークがありますね。このね、レイヤーの下のところに。で、これをクリックしてください。で、そうすると、ここに、 マスクができるんですね。さあ、じゃあこのマスクをここに適用するとどう見えているか。この下のところを消してみましょう。ほら。ね。マスクというのはここで、えー、表示、非表示を任意に扱うことができるようになります。このね、全体だけではなくね、一部分だけ表示しないというのがこのマスクです。で、せっかくですから、マスクに今四角い枠がついてますね。これをマスクがアクティブな状態と言います。 マスククがアクティブな状態で、オプションキー、これ Windows だと違うかなキーオルトキーになるかなえー、Mac ではオプションキーを押しながらここをマスクをクリックしますでそうするとマスクがどういうふうになっているかを知ることができるんですねでここでブラシツールを使って調節することも可能ですでもブラシツールを使ってちょこちょこやるのはとっても大変ですでなので ブラシツールは使いませんさあえー、一旦ここでねアクティブなこっちのねレイヤーサムネイルをアクティブにしてくださいこれで元のところに戻りますねでここでですねここの選択範囲にいきますそして選択とマスクを選んでくださいでここでもねここ半径 A 滑らかにぼかし なんてやっていくとここの範囲が変わっていくんですねではこういうふうに見えましたねでここねあんまり実は僕のやり方だと気にする必要はありません、えー、なんとなく滑らかにでそしてぼかしも三二から三ピクセルぐらい入れてくださいでこれパソコンが速くないと実はこの表示結果がなかなか出てこないんですねで,ですので、えー、もうこれぐらいの数字を入れたら何も考えず OK 押しちゃっていいです OK でそうするとさっきよりも輪郭がちょっと柔らかくなったように見えますさあこれでいいんですねさあもう一つ作業が必要ですでこのマスクマスクがあるとここの部分だけ作業ができるようになりますが2つ一緒に作業するのは面倒ですで,ですのでまとめて作業をしてしまいたいと思います実はパソコンのフォルダーみたいにねここでフォルダーを作ることができます なんかフォルダーのアイコンがありますこのフォルダーのアイコンをクリックするとグループというのができるんでですねグループできましたでこのグループができたところにこの2つの、ね、調整したレイヤーをクリックで選んで放り込んでください。でそうするとここ矢印ちょっと閉じてあげるとこんなふうにグループの中に2つのレイヤーが入ったことになります。さあでそして この二つのものが入りましたので、ここでグループで一括で不透明度調整すると、ほら、一括で消えるんですね。で、非常にコントロールが楽チンになります。さあ、そしてですね、ただ、今ね、このマスクが効いてるのは、この上のレイヤー、テクスチャーのレイヤーだけ、テクスチャーと名前を付けたレイヤーだけなんですね。で、全体、この二つのね、明瞭度のレイヤーと、 明瞭,度明瞭度のレイヤーをオンにしましたで明瞭度のレイヤーとテクスチャーのレイヤー同じようにマスクをつけたいわけですじゃあどうするか簡単ですここの、ね、レイヤーサムネイルあマスクのサムネイルをまたアクティブにしてくださいでそしてそのままドラッグしてこのグループのところに青く表示されますねグループのところに置き直してください でそうすると今明瞭度入れてますけど明瞭のところから背景なくなりましたねあ見てくださいこうですでそうするとここのグループのところを一括で消しちゃうことができるんですねでこれで元の元データのレイヤーをこう表示してみましょうこうです でここにマスクの効いたこのレイヤーをかけてみるとはいこれだけじゃ分かんないかなほらお肌だけが柔らかくなるの分かりますねただこの辺目の辺りとかもちょっと一緒に柔らかくなっちゃうんですねなんでかマスクが顔全体を覆ってるからですね当然 ここの洋服こういったものもボケてしまいます背景はね結構きれいになりましたねかなりリアル感がありますさあ、えー、それにしてもちょっとねこれだとね効果が弱くて分かりにくいのでもっとねこのカメラローフィルターここで分かりやすくするために強くしちゃいましょうもう一番このテクスチャ強くしちゃいますねでそしてここ カメラローフィルターここも、えー、やりすぎぐらいに強くしちゃいますひどいねこれ。というふうにしましたでここでテクスチャーの方が不透明度100%これの画像だけが見えちゃってる状態なんですねこれをまずここを選んどいて50%ぐらいにするとほらバランスが取れるんですね さあそれで全体のバランスはここのグループでやります。グループで不透明度ねこれでこうしてあげると非常に強くフィルター効果がかかっているのを分かっていただけると思います。よいしょ100%表示でオンオフしてみるとね一緒に髪の毛もボケちゃうんですね。でこれってまあパッと見はあれですけども長く見てるとやっぱり気になってくるんですね。 でシャープ感がない感じ、ちょっとピント甘いかなみたいに見えちゃいます。これ拡大してみるとよくよく見るとねピントちゃんと合ってるのわかるんですけれどもねちっちゃい写真とかだとねわかんなくなっちゃいますね。でですのでここの髪の毛あとこのね洋服白の洋服ここのところはぼかし効果を除いてあげたいわけです。さあ、えー、ちょっとフォトソップを使ったことがある方だとじゃあいよいよブラシかと思うと思います。 ブラシでやると、まあ、入り口としては簡単なんですがでもブラシでやるとやっぱり再現性ありませんじゃあどうするのかこんな技を使いましょうこれはプロ技しっかり伝授していきたいと思います、えー、マスククサムネイルがアクティブである状態。でこの FX なんじゃそれだと思いますけれどもね僕もこれ FX が何の略かよくわかりません FX をクリックしてもらうとここにレイヤー効果ってあるんですね レイヤー効果をクリックしてください。で、そうすると、こんなようなレイヤースタイルという表示が出てきます。これちょっといきなりいじっちゃうとわからなくなっちゃうので、ちょっと OK しちゃいますね、今ね。で、ここでレイヤーゼロを消しとくとわかりやすいです。今、レイヤーゼロ、下の背景消しましたけれども、そうすると、この、えー、ね洋服とかもね見えてますね。肌以外も全部見えてるわけです。 さあそこでもう1回この FX でそしてレイヤー効果としてください。でそうするとここにレイヤーの効果の下にブレンド条件というのが出てきます。これも Photoshop ならではの特徴ですけれども、被写体の明るさを抽出してその明るさごとに表示するか表示しないかを決めることができるんですね。 さあ面白いですよこここれをちょょっと全体引いててみみましょうここの、ね、洋服で重なってるレイヤーに対して作業していきますので下のレイヤーとのね、えー、条件もあるんですが同じレイヤーなのでこのレイヤーだけで作業してみたいと思います。ここの一番右端白いポイントをググッとしていくとどうですかほら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 。 こんなふうに白いシャツを消すことができました簡単でしょう。で、同じように今度髪の毛もボケちゃってるとせっかくの髪の毛のね質感やね、えー、柔らかさが出てきません、えー、ですので髪の毛は肌よりも暗いからこのレイヤーの暗い側を削ってあげればいいんですほらほらそうすると目も眉毛も削れてきますどうですか こういう技があるんですねフォトショップにははい、これで OK を押してみましょうそして下のレイヤーを開けてみますね、これで目も髪の毛もとってもシャープなままね、ここのシャツのディテールもとてもよく出てきましたすごいリアル感が増してきますねでもねちょっとこの画像だと見えにくいんですがここを下を消してみると実はこのトーンの変化ってパッキリ行われてるんですね これだと柔らかいトーン変化があるところでトーンジャンプを起こしてしまっているように見えたりノイズが増えて見えたりしちゃうんです。で,ですのでここが滑ららかに描画さされれる部部分分と、なないいがつながらなきゃいけません。こういった領域をねフォール・オフ領域っていうんですね変化する領域。でこのフォール・オフ領域を作ってあげるんですがここレイヤースタイルを適用するとここにね レイヤーのところに四角い枠が重なって見えますこれをクリックしてダブルクリックしてあげるともう一回レイヤースタイルをやり直すことができるんですねさ,あさっきいじったのこれですね両側、右側と左側だいぶ詰めてきましたさあここでまたここの白のポイントここの真ん中ちょっと切れてるの分かりますかね切れ目があるのねここにカーソルを置いてオプションキーを押してください キキキーボーーーボドのオプションキーね、Windows、だとキーかなでそしてオルトキーを押しながらクリックするとおっ分かれたの見えますこの三,、えー、三角形に見えたのが実は2つの三角だったってことが分かります。これのそうだな左側をちょっと動かしていってみましょうどうでしょうか画像を見てください。はい。ここでいくとほら滑らかなグラデーションで非表示のところが広がってきました。 こういうことですね。で、欲しいところをうまく抽出します。ハイライトがちょっとこっちずらしといてあげると、こういうふうにフォールオフ領域、えー、グラデーションがつながっていく領域ができるわけです。で、こっちシャドウ側、もこれオルトキーを押しながらクリック。そしてシャドウ側も、よいしょ、二つに分けてってあげると、ほら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 。 さっきパッキリしてたのが滑らかに繋がってきます。欲しい肌の部分だけが残るようにやっていくんですね。で、まあ髪の毛のこのハイライトのところなんか残しちゃうともいいと思います。そんなにあの強く、えー、ぼけてるわけではなかったのでね。さあこういうふうにしてあげて、さあ全体見てみましょう。ほらこんな感じですね。で、ここのシャドウのところまだ残ってます。 ここなんかは、まあ、マスクに対してブラシを入れてもいいんですがやる必要はないと思います。なぜかというともうここはポートレートってね絞りを浅くしてボケ効果を生かすことのがほとんどです。ボケてる面がまたボケても全然気にならないんですね。で,ですので下手にブラシで、えー、さらにこの、ね、マスクを追加するよりはこういったところは放っておきましょう。ほぼわからないはずです。で、これで下のレイヤーを入れるとほらどうでしょうか。 肌は滑らかで、そして目も背景はリアル感があって、目髪の毛はシャープになりました。さあ、これであでもいい感じですね。でもね、ちょっと実現、えー、ちょっと強すぎるなと思ったら、ここで不透明度を調整してみてください。不透明度を減らしていくとよりリアルな感じになります。で、そしてここもうちょっとかな、これぐらいかな。で、冒頭言いましたように。 やはりねそのあまり補正しすぎるとあなたの肌はダメなんだよねって言ってるのと同じことになってしまいますえですのでモデルになってくれた方とがどれぐらいを望むかできればねこれねモデルここまで作っといてモデルになってくれた方と一緒にね見ながらどれぐらいがいいって相談した方が良いと思いますさあリアル感も残しつつお肌がきれいな感じってこれぐらいだと思うんですねどうですか ね、このまつげの一本一本までシャープですでシャープに見せつつ肌のきめはとても整っていますこんなふうなことが簡単に実はできてしまうんですね作作業としては、ね、これレイヤーを2つ作るだけですさあこれで出来上がりましたら最後は画像を統合して、ね、モデルになってくれた人にプリントをしてあげたりね、えー、画像データをあげたりしたいわけです なのでこのままのデータで送られちゃうと迷惑なんですよ画像データ大きすぎてで,ですので必ず画像データを統合しましょう画像の統合はレイヤーそして画像を統合としてあげると、ね、背景に戻って1枚の画像になりますこのまま保存しちゃうとせっかくのレイヤーがなくなってしまうので必ず 画像を統合したら、ここで別名保存です。で、別名保存して名前を変える、あるいは拡張子を変えて保存してあげてください。さあ、でも、この話はここで終わりません。プロ技をお教えします。一回これ戻しました。で、一回ここでフィストグラムを見てください。フィストグラム。ね、結構綺麗なままですね。これだとちょっと違いがわかりにくいので、 ここにね、なんか白と黒のね、音明みたいなね、マークありますけれども、これをクリックすると、調整レイヤーというのが出てきます。で、これで全体の色、えー、色補正なんかできるんですけれども、まあ一番簡単なのはこのレンズフィルターとかかな。このレンズフィルターというのを使うと、ここに、まあカメラの前に色味をかけたような色補正ができます。今ね、これアンバー系のフィルター。 こんな風に適用してみましょう。どんどんね、画像がね、夕方っぽくなりますね。ちょっとこれもやりすぎなので、ここで適用を減らしておきましょうかね、これ。で、そうすると暖かいトーンになるわけですね。で、えー、こういったね、雰囲気もいいと思います。暖かいね、雰囲気。で、これちょっと消してみるとこうかな。ね、えー、これの色合いからすると、ね日中のちょっと冷たい感じ、すごくね、爽やかな日の感じですけれども、少し午後回った色合いっていうとこんな感じですね。 これもいいと思いますね。でもここで見てください。ここでヒストグラムが串しになってきました。こういうことをするとね。で、そうすると、このまま統合すると、トーンジャンプをしたデータというものになってしまいます。まあ実際どの程度かって、ここの三角マークをクリックすると、こういうふうにね、この状態なんですね。このまま統合してみましょう。レイヤーを、画像を統合。 こうしてこの三角マーク、キャッシュをクリアしますと、あら、こんなにくしばが出てるんです。こういう風になるとですね、プリントするとトーンジャンプがはっきりわかります。モニターによってはね、カラーマネジメントモニターをお使いの方はすぐこれわ分かっちゃうと思います。あなんかここトーンが分かれている、滑らかな肌になってないなっていうのがわかるはずです。さあ、これを避けたいわけです。 で、実は最初から16ビットで作業するという手もありますが、そうするとデータのサイズは4倍になってしまいます。ですので、そこのところあまり気にせず、そして JPEG データも使えなくなってしまいますので、あまり気にせず進めていきましょう。で、ここで1回戻しました。さあ、ここでプロワザです。でもこれぜひ覚えておいてほしいんですね。ここでね、イメージ。イメージのところに下にすぐモードというのがあります。 最初はここ RGB カラーで8ビットチャンネルというのになってます。順番大事ですからね。8ビットチャンネルになっていたのを16ビットチャンネルにしてください。でここで OK で16ビットチャンネルに変わりました。でここの表示ねここね RGB16 となりましたね。前はちょっと8ってなってました。でこの16になった段階で ここにまたレイヤーのところに行きますレイヤー一番下のところに持ってって画像を統合しますで同じように背景レイヤーになりましたねでここでは今16ビット非常にビット深度が深いというか色数の多いデータとしてエミュレーションされているわけですリアルに16ビットあるわけじゃない,ないですあくまでもエミュレーションですねそしてこれをもう一回戻すのがポイントなんですねイメージ モード今16ビットですねこれを統合してから8ビットチャンネルにしますさあここでヒストグラムを見てみましょうここで三角マーククイックあらどうですかこの滑らかな。一回16ビットでエミュレーションしてあげる再計算させてあげると元が8ビットのデータであっても、えー、トーンジャンプを起こさずに 統合でできるんですね。この技をレイヤーを組んだだは必ず使ってくださいで。そうするとこれをこのデータをプリントしてもトーンジャンプを起こしていない滑らかな写真としてプリントすることができます。といったところで本日のお話は終了になります。ちょっとねレイヤー2つ重ねてくるとね一番最初初めてやる人はちょっと厳しいかもしれません。で、えー、ですので、ね、このこ えね動画のアーカイブを見てゆっくり進めてみてください同じやり方をすれば同じようになりますそして後からでも調整ができるというのがポイントです今日はご静聴ありがとうございましたまたお会いしましょう